カルロス・ソレール・バラガンは、スペイン・バレンシア出身のサッカー選手。スペイン代表、プリメーラ・ディビシオン・バレンシア CF 所属。ポジションは MF。2005年に、地元のバレンシア CF のカンテラに入団。カンテラ入団時に、FW から MF に転向した。2014から15シーズンに B チームの、バレンシア CF、メスタージャに昇格した。2015年5月3日。 上コルネリア戦でプロデビューした。12月13日、CF バダロナ戦でプロ初ゴールを記録した。2016年3月12日に契約を更新した。2016から17シーズン、トップチームに昇格し、2016年12月10日、エスタディオアノエタでのレアルソシエダ戦でトップチームデビューした。翌月21日、 ビジャレアル CF 戦でプリメイラディビション初ゴールを記録した。22歳と2ヶ月5日でクラブ史上9番目に若くクラブ通算100出場を達成した。2018から19シーズンは全大会でクラブ内最多の51試合に出場した。2019年12月にバレンシア CF との契約を2023年まで延長。 契約解除金は1億5000万ユーロに設定された。2020年11月8日、レアルマドリード戦で3本の PK を決め、キャリア初のハットトリックを達成した。ありがとうございます。